美術の授業大好き、楽しいよね、うん、ねえみんな聞いてる？もう真面目にやってよ。皆さん、変わったお絵描きの技を知っていますか？はい、知ってます。スーと僕が前に、ねえ、ちゃんと聞いて、ふざけないでよ。芸術の話してるんだ。それで僕、シャボン玉で絵を描いたことがあるんだ。そう、最近じゃ人工知能が一瞬でこんなの作るけどね、シャボン玉よりずっとクール。いた、なんなの、ヘビ、ヘビは嫌い。あれれ、笑うのはどっち？どうせ作り話でしょ、シャボン玉で絵なんて描けないわ。そうは思わないよ。ボトルの上の部分に魚の網を貼り付けて、こうやって、次に石鹸水を皿に入れて、ボトルに網をかけたものを浸す。これでシャボン玉を吹ける。その前に色を垂らそう。いい感じだ。色は多ければ多いほどいい。これで十分だろう。紙にできるだけ近づけて吹いてみよう。ふう。ほら、もう絵ができてきた。色を変え、シャボン玉を割って、アートを楽しむ。わー、すごい。とっても綺麗。ほらね、言ったでしょ、まだ僕を笑う。サラサラ、これ見てよ、新しいフィルター。私の鼻がユニコーンだ。今の顔すごかったわよ。私ユニコーン大好きだから、一日中ユニコーンで遊んでられる。今日も可愛いね。変な人、先生、席変わりたいんですけど。勝手にどうぞ。広々とユニコーンを描けるし、マーカーで背景から塗るわよ。できるだけ明るくカラフルにしたいんだ。何してるの？何も見えない。ねえ、覗き見やめて。やめてよ、濡れちゃったじゃない。いい、君よ、色をなじませるために水を吹きかけていくよ。次は紙を用意。濡れるまで背景に押し当てるだけ。そしたらドライヤーでしっかり乾かす。そう、いい感じ。ユニコーンのご登場。カラフルな背景に際立つでしょ。ほら、私本物のアーティストじゃない。なんてこった、ネットにアップしよう。みんな、このお絵描きを真似して投稿したら、いいねをたくさんもらえるよ。私に見せてくれないなんて、友達じゃない。先生、サラが植木を盗みました、泥棒注意。あ、そうだ、私もお絵描きハック知ってる。綺麗な葉っぱの上に紙を置いて、お絵描きを始めよう。できるだけ多くの色を使うの。黒いペンで葉の輪郭をなぞれば、綺麗な絵の完成よ。私だって芸術家、美術の授業は必要ない。おお、すごい、うまいじゃん、傑作よ。ところで、スーと調理器具を使って絵を描いたことがあるよ。こんなの待って、僕が見せてあげる。全部、おっと、大失敗だ。それが芸術作品。2つもあるの。今に見てろよ。今の何、ミミズ。怖いお菓子の襲撃だ。そうだ、サムは正しい。必要なのは紙と鍋の蓋とスプレー塗料だけ。紙の上に蓋を置いたら、その上からスプレーで色をつけていこう。白いスプレーで山の輪郭を描くよ。とても簡単。同じように繰り返して、乾いてしまう前にビニール袋に手を入れてにじませるんだ。素敵で面白い質感が生まれるよ。できた。次は輝く星も付け加えよう。月はここだ。そんな簡単に描けるの？すごい。僕の言った通りでしょ。
ねえ、なんで泣いてるの？私だってすごいアーティストになりたい。先生、もっとテクニックを教えてあげて。簡単だとも。フォトフレームとライトを用意しよう。ライトを箱の内側に接着したら、残りは中央に置いて蓋を閉じるんだ。やりましたよ、先生。チャーリー、ありがとう。うん、先生の好きな絵を描いて。おお、これは傑作だ。ありがとうございます。でも、そうか、続けよう。ほら、こうしたら絵の細部を簡単になぞることができるだろう。ダヴィンチも羨むだろうね。さて、あと少しで終わるよ。また一つアートが完成。私も生徒もみんな描ける。誰でも描けるよ。そうだろう、チャーリー。そうですね。わかった。私も自分で何か考える。ここに隠してたの、これよ。キリンのおもちゃ。私はライトを使わなくたって描けるもん。アウトラインが描けた。可愛いお口を描こう。いいね。見て、クールなキリン。いや、カバかな。うん、何よ。次は手を使ってみて。よーく見れば完璧なキリンを描けるよ。わかった、ちょうだい。この小さな手でどうしろって。本当の手を使うのよ。こんな感じで紙の上に手を置いてなぞるの。え、じゃあこの指はこうで、それからこの指は、おっと、絡まったみたい。体柔らかいね。手伝おう。その間にキリンの可愛い顔を描いていこう。想像を膨らませて好きなように描いて。もう絡まることはない。ありがとう、サムチン。これ借りるね。マーカーで色を塗るよ。好きな色を塗って大丈夫。かわいいキリンの完成。コートニー、これ見て。おお、あいつは誰だ。僕より上手に描くなんて。あれって怪物版のサム。どうしたんだ、サム。いい生徒だと思ってたのに。うん、先生、冗談ですよ。もうやめとこう。見てるからな。今のは何、変なの。もう今に見て。え、あ、これ犬みたい。別の絵を描いてみよう。スピードを上げていくよ。かわいいワンコは好き。もしそうなら高評価をお願いね。これはこれでいいんじゃない。ウサギも描けるし、動物園が作れるわ。コートに、あなたにあげる。わあ、ありがとう。あ、なに、この 3D メガネ全然使えない。でもいいこと思いついた。 3D で描いてみよう。まずは立方体を重ねて描いていこう。うまく描けてきた。ここからが本番。色と濃淡が大切なの。こうやって切ったら魔法がかかる。チョキ。奥抜きで何描いてるの。ああ、なんてこった。すごいテクニック。ドーナツを乗せて落とすことだってできる。なんてこった。これは傑作だ。サムチン、興奮しすぎだって。ちょっと横になって休んで。エステしてあげる。ああ、ありがとう、コートニー。うん、髪のマスクでかっこいい絵が描ける。切り取ろう。マスクを絵の上に置いて、その上から色を塗るだけ。ローラーブラシがおすすめよ。簡単に色をつけられるから。シックな雰囲気の美少女が登場。別のテクも使うよ。何かわかるかな。これでどう。このテクで何でも描ける。面白いでしょ。コートに、私の絵どう。ねえ、何するのよ。
これ使えない。もっといいのが必要。一生懸命やってるのに。サムチン、助けてくれる？コートに僕本気だよ。離さないと僕もくすぐるからね。待って、ね、何？うん、これは面白いかも。体は清潔にしてる？これも使えるかもよ。サム様様だね。これで傑作が描ける。待って、何をつけてるの？みんな何が起こるのかよく見ててね。綿棒で木を描いていくよ。きっと驚くわよ。緑の葉が描けたら次は幹を描こう。いい感じの色。次は歯ブラシで緑豊かな草原を描くの。これを見て、絵筆を使わずに描いたのよ。もしかしたらこれが展示されて大賞をもらっちゃうかも。見てよ、最初と全く変わっちゃったよね。この傑作を売って世界一のお金持ちになったりして。皆さんのおかげです。とても嬉しいです。この顔ウケる。この写真はバズるよ。私たち何してた？サム、この写真メールで送るからね。ダメ、今すぐ削除して。